双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに教育総務課障害学習係から双葉町民作品展覧会についてのお知らせです。10月18日土曜日、19日日曜日の両日、第44回勿来地区総合文化展にて双葉町民作品展覧会を開催します。場所はいわき市立勿来体育館です。双葉町ブースにて双葉町民の皆様の作品、短歌、俳句、絵画、水墨画、刻字、書道、写真、華道、山野草、手芸などを展示します。ぜひご来場いただき、町民の皆さんの力作をご覧ください。皆様のご来場をお待ちしています。詳しくは双葉町ホームページをご覧いただくか、教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて市町村対抗福島県ソフトボール大会のお知らせです。第1回市町村対抗福島県ソフトボール大会が10月18日相馬市の相馬紅葉ソフトボール場をメイン会場に開幕し、11月1日までの土曜日、日曜日、出場49市町村が参加して熱戦を繰り広げます。双葉町チームは1回戦を10月19日日曜日、相馬紅葉ソフトボール場において午前10時45分から、石川町広野町の勝利チームと対戦します。お時間のある方はぜひ観戦され、避難生活で練習もままならない中ではありますが、双葉町のために全力でプレーする選手の皆さんに熱いご声援をよろしくお願いいたします。おしまいに健康福祉課から総合健診がん健診のお知らせです。双葉町では平成26年度の総合健診・がん健診を9月から実施しています。健診によって自分の健康状態を把握し、病気の早期発見・治療につなげることや不安が軽減されることを目的として実施いたします。避難生活で体調の不安を感じている方が多いと思いますので、年に一度は必ず健診を受けましょう。福島県内に避難している方は、意向調査をもとに受診票や容器を発送いたします。10月21日火曜日は、会津若松市会津アピオスペースにおいて実施されますので、申し込みをされた方は忘れずに検診を受けてください。また県外に避難している方は、検診実施機関に委託をして行います。検診はお近くの医療機関で受けていただきます。なお、避難先の変更などにより意向調査・検診の案内を受け取っていない方は、健康福祉課健康づくり係、電話 0246-84-5205 番までご連絡ください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。
続いて今週は山田芸能保存会会長の菊池康さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は山田芸能保存会会長の菊池康さんにお話を伺います。菊池さん、こんにちは。こんにちは、お世話になります。こちらこそよろしくお願いいたします。山田芸能保存会は山田のジャンガラ念仏踊りですとか、神楽や八木節などなど保存、伝承していくという会ですけれども、その中の山田ジャンガラ念仏踊り、こちらはいつ頃から踊られている踊りなんですか？大正、明治から大正にかけてやった芸なんですけども、かなり歴史のあることですよね。はい。で、あのジャンガラ念仏踊りというのは、あの、いわき市が発祥の地というふうに言われていますが、その後いわきから双葉町にその踊りが伝わったということなんでしょうか？そういう、元の人は言ってたんですけども、あのいわきのジャンガラ念仏踊りと、山田のジャンガラ念仏踊りっていうのは何か違いはありますか？違いは、最初にそのお客さんに行くときに、なんか歌とかそういうのをちょこっとやっているんですけども、うちの部落はそのまままともに行っちゃって、ここでやるわけなんですけども、というと歌の部分がない。はい、違いますね。歌もね、歌はないし、うちの方はね。じゃあ鐘と太鼓。はい、そうです。リズムは大体一緒ですか？いわきとリズムは多少は違うと思うんですけども、全体的には、全体的にうちの方はちょっとペースが早い感じなんですね。そうなんですね。じゃあ、あの夏盆踊りの時期というのは、お盆ですから、新盆のうちをこう回ってジャンガラを披露するなんていうこともありますか？新盆とこう回ってジャンガラはやるんですけど、その前に13日の日は、それ子供の盆踊りやって、その後が14日が今度そのジャンガラの亡くなった人の供養に行くんですけども、そして15日は今度町に行って、ブラグ太鼓の盆踊りかな、3日間続けてやってます。じゃあお盆の時期はお忙しかったんですね。ねあの菊池さんは、何歳ぐらいから携わってるんですか？21からだと思うんですけども。現在はおいくつでいらっしゃいますか？63です。まだまだですね。まだまだこれから続けていきますよね。いや、若い人に交代したいんですけどそれがなかなか難しいですよね。難しいね、今のところね。震災以降は練習の場所を確保するだけでも大変だったと思うんですけれども、練習っていうのはどのような形で行ってるんですか？震災3年ちょっとなるけど、3年の時にここで白川で慰霊祭があったもんで、3月11日にそこがきっかけで、それから練習ここで3日4日やってから、その始まりがここのきっかけなんです。震災以降、菊池さんは白川の仮設住宅の方にお住まいなんですよね？いや、ちょっと仮設ではないんです。刈上に住んでるんですけども、ここに勤めてるもんで、なるほど。それからですね。はい。じゃあ白川にメンバーの皆さん、会員の皆さんがこう集まってきていただいて、年に何回かは練習されてるんですね。はい、そうです。で、その練習の成果をこう披露するような発表の場とでも言いましょうか、8月の24日には東京の六本木
木で開催された六本木ヒルズ盆踊り2014、はい、こちらにも参加して山田のジャンガラ念仏踊り披露してきたということですけれども、はい、どうでしょう、参加してみてどんな風に思いました？そうですね、うちの部落は小さい部落までなので、そのなんてでしょう、ああいう大勢の六本木ヒルズで、もうとても上がっちゃって何喋ってないか分かんなかったんです。相当緊張しましたか？そうですね、いや何回もやっても緊張するんですけども、はい、こういう立場だと、うんうん、大舞台でもう3回4回ぐらいやってるんですけども、はい、やっぱりとても上がりますね、こういう場面は。すっごく多くの皆さんにご覧いただいたということですね。そうですね、ねえ、嬉しかったですね。また四季の里、福島にあります四季の里で開催されたふるさとの祭り2014、はい、こちらにも参加してこられたんですよね。はい、はい、四季の里ではどうでしたか？そうですね、なんとかうまく子供も2人ばっかり参加してもらって、うん、はい、東京でも2人だけは参加してくれたんですけども、はいはい、今回もまた2人子供を2年生と3年生が参加してくれたもんで、はい、とても嬉しいと思ってます。うん、そうですね、これから活動、ね、の場をどんどん広げていきたいところですけれども、はい、これからの活動ってどんな風に考えてますか？だね、なるべくだったら大勢の子どもたちが参加してもらえれば、練習でも何でも、うんうん、もらえれば助かと思っています。そうですよね、菊池さんとしては子どもたちに神楽とかヤギ節とか山田のジャングル念仏踊りとか全部こう伝えていかなければいけないという使命もありますもんね。以上、やった以上はね、こういうことはね。そうですよね、うん、指導する時間がね今後取れるといいですね。そうですね、はい、ぜひ皆さんで集まっていただいて頑張って続けていただきたいと思います。はい、はい、今日は山田芸能保存会会長の菊池康さんにお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。会長ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ。双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。